ニーデは、トルコの中央アナトリア地方、ニーデ県に属す都市で、同県の県都でもある。ギリシャ5名はニィ。2000年の統計では、人口348,081人、標高は1,300メートルである。アクサライの北にそびえるハサン山を擁するメランディズ、山地とニーデ3階の合間に位置する。3階は偏成岩のドームで、アンチモニア、鉄の廃坑が残る。 現在は純粋な白大理石が数箇所で掘られている。古来、この地は、カイセリからギュレク峠ーーへと至る、交易路に面した、肥沃な田園地帯であった。ヒッタイとアシリア、ギリシャ、ローマ、ビザンティンに支配されたが、1166年に、チュルクに落ち着き、13世紀初頭には、アナトリア屈指の大都市になった。ルームセル熟区長崩壊後に独立したが、 自分バ・トゥータによると荒廃していた。メフメト2世の代に、オスマン帝国に入った。1950年代から60年代にかけ、ブルガリアなどのバルカン諸国から流出したトルコ人がトルコ当局の施策でこの地に入植した。今日、ニーデの市街地はまだ小さく、庭園や緑地が残る。住民は総じて宗教的で、保守の傾向がある。ありがとうございます。